はい、じゃあこれより会議を開きます。この際一言ご挨拶を申し上げます。この度決算行政監視委員長に選任をされました松並健太であります。本委員会は決算全般について審査し、その結果を将来の予算の編成と執行に反映させるとともに、国会が担う行政監視について本院における中核的な機能を果たすことを役割としております。しかしながら3年分の決算がたまっているという異常な事態であります。東日本大震災の復興のために巨額の予算が必要とされる中、国の予算の使われ方、行財政の在り方に対する国民の関心は高いものがあります。本委員会がこの国民の期待に応えるためにも、先例にとらわれず国会改革の実験場というぐらいの我々は踏み込んだ国会のこの決算委員会の前進をしていきたいと考えております。委員各位のご指導ご協力を賜り、公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。委員の異動に伴いまして現在理事が3名欠員となっております。その補欠選挙につきましては先例により委員長において指名いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。それでは平正明君、立花慶一郎君および桜内文樹君を理事に指名いたします。次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りをいたします。決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすために、1、歳入歳出の実況に関する事項、2、国有財産の増減及び減供に関する事項、3、政府関係機関の経理に関する事項、4、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項、5、国が直接または間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し、または貸付金、損失保証等の財政援助を与えているものの会計に関する事項、6、行政監視に関する事項、以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置、および資料の要求等の方法により、本会期中、調査を進めたいと思います。つきましては、衆議院規則第94条により、議長の承認を求めたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定しました。この際、会計検査院長、川戸照彦君及び検査官、柳真理君から発言を求められておりますので、順次これを許します。川戸会計検査院長。8月8日付をもちまして、会計検査院長を拝命いたしました、川戸照彦でございます。国の財政事情が厳しい中で、国民の皆様の会計検査院に対します期待は大変大きいものであり、重い責任を感じているところでございます。微力ではございますが、誠心誠意努めてまいる所存でございます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。次に柳検査官。この度8月1日付をもちまして、会計検査院検査官にを拝命いたしました柳真理でございます。職責を全うするため誠心誠意努めてまいりますので、どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。